外国製。また買いに来てね。いつまでも隠しておけるもんじゃない。今度は騒がず静かにしておるぞ。何と言っても喋ると魚が逃げてしまうからな。我とて今以上に学び成長する。し、魚が逃げちゃうよ。すまぬ。こんにちは。このお店のおすすめ料理ってありますか？おすすめの料理ですか。一番の人気メニューがあるんですけど、最近材料不足ですぐなくなっちゃうんですよ。おかげで売り上げも落ちて踏んだり蹴ったりです。それは大変だね。僕が材料を集めてこようか。本当ですか？すごい助かりますよ。材料は薬草を10個、小麦を10個、サーディンを10匹です。もし具材をお持ちでしたら高く買い取らせてもらいますよ。必要なのは
チューリップの球根買ってきたよ。ありがとう。これは球根の代金とお礼ね。ああ、大事なことを忘れてたわ。肥料を一緒に頼もうと思ってたのよ。また海岸の町に行った時にでも収穫促進肥料を3個お願いできるかしら。分かった、買ってくるよ。頼まれてた肥料だよ。ごめんなさいね、二度手間かけさせちゃって。これは肥料の代金とお礼。あと球根と肥料を一個ずつあげるわ。機会があったらあなたも育ててみてね。お庭。綺麗な。あら。狩りへ出る。また買いに。いらっしゃい。またか。いらっしゃい。またか。材料集めてきたよ。ありがとうございます。先に材料費をお渡ししますね。今から調理しますので少々お待ちください。お待たせしました。この酒場の人気メニュー、サーディンパスタです。美味しそう。いただきます。すみません、ちょっとお願いしたいことが。どうしたの？新しいメニューを何か作れないかと考えてるのですが、なかなかいいアイディアが浮かばないんです。そこで旅先で何かいいアイディアとか見つけられましたら教えていただけないかと思いましてね。
新作料理のアイディアね。分かった、何か見つけたら知らせるよ。ありがとうございます。料理のアイディア、本とかで調べた方が早く見つかりそうかな。何かいいアイディア。まだ商品が足りないな。どうしたの？実は私、新しく交易商を始めるところなんだ。それで取引に使う品を集めてたところなんだよ。取引に使う品って特産品とか？特産品というか、その土地で取れる基本的な素材だな。こんな時代だからどの地方も品不足なんだよ。それらを仕入れるルートがまだ確立できてないんで、今宿泊してるところなんだよね。一度取引が成功してまとまったお金が手に入ればだいぶ変わるんだけど。それなら僕が素材を取ってきてあげるよ。それを売って資金にすればいいよ。そいつは助かるな。ぜひお願いしたい。それじゃあ何を集めればいい？たくさんあるからメモを忘れずに頼むよ。羊毛を10個、天然ゴムを5個、ヤギの毛皮を10個、以上をお願いしたい。結構たくさんあるね。時間がかかるけどいいかな？じゃあその間に取引の用意をしてるから大丈夫さ。それじゃあよろしく頼むよ。どうだい？